こんにちは、金子です。今回は HDD と SSD とは違いを解説していきます。まず、この HDD というのと SSD っていうのはそもそも何なのかと言いますと、HDD っていうのはですね、ハードディスクドライブというふうに言いまして、SSD っていうのはソリッドステートドライブというふうに言います。 で、この読み方なんですけれども、この HDD はですね、ハードディスクっていう風に呼ばれることが多くて、この SSD はですね、ソリッドステートドライブっていう風に呼ばれるよりも、この SSD っていう風に呼ばれることが多いので、まあ、この動画ではですね、ハードディスクと SSD っていう風に呼んでいきます。 そしたらですね、このハードディスクと SSD ってそもそも何なのかというとですね、ハードディスクと SSD っていうのはどちらもデータを保存しておく機器のことをこのハードディスクと SSD というふうに言います。なのでパソコンとかスマートフォンとかタブレットとかで何か写真とかそういうのを保存しておきたいなっていう場合は、ハードディスクかもしくは SSD に保存されます。このハードディスクと SSD っていうのはですね、 記憶装置というふうにも呼ばれたりして、このデータを保存しておくので記憶される場所なので、その装置なので記憶装置っていうふうに呼ばれたりします。このハードディスクと SSD みたいにデータを保存しておく場所のことをですね、ストレージというふうにも呼びます。 なので、パソコンとかスマートフォンとかで何かデータを保存しておく場所、まあ、ハードディスクとか SSD とか、そういうのを表すときにもですね、ストレージっていうふうにも呼んだりするので、そういうふうに呼ぶんだなと思っておいてください。で、ハードディスクってどういうものなのかというと、この画面で言うと左側に映ってるこれがハードディスクでして、そして SSD っていうのはこういう四角いやつですね。これが SSD です。 で、どちらもですね、同じように、これノートパソコンなんですけども、このようにですね、挿してあって、それで使えるようになっております。なので、ハードディスクも SSD も基本的にはですね、同じように、このようにパソコンの中に挿して、それで使えるものになっていると思ってください。で、そして、ここに画像とか動画とかの保存されたものが入っているという仕組みになっています。では、この SSD とハードディスクドライブっていうのは、何が違うのかと言いますと、ハードディスクドライブという 基本的に大容量を安価で保存できる機械がですね、ハードディスクドライブというふうに呼ばれます。どういうことかと言いますと、このデータを保存しておく容量っていうのがいっぱい入れられるかどうかっていうのが決められているんですけれども、それをですね、容量が 500GB とかいうふうな単位で表されます。 で、この 500GB のですね、次がですね、1000GB っていう値になるんですけども、その 1000GB の値がですね、この 1TB というふうに言ったりします。ハードディスクだと、容量が大きいものだと、この 6TB っていうのが販売されていて、動画とか画像とかを本当に大容量で、しかも安い金額で買えるので、そのように多くのものを保存したい時に使えるのが、このハードディスクドライブになります。ただですね、このハードディスクドライブは、 デメリットがありまして何かというとですね読み書きの速度が遅いんですねこの読み書きって何かと言いますとパソコンを起動した時に起動まで どのぐらい時間がかかるかとか、あとはですね、ワードとかエクセルなどのソフトを使った時に、クリックしてからですね、起動してからどのぐらい起動までに時間がかかるかという点がですね、遅かったりします。なので、ハードディスクドライブを使っているといっぱいのものをこの中に保存することはできるんですけども、それらを取り出したりするのにちょっと時間がかかってしまうっていうのがハードディスクドライブのデメリット。 の部分ですねまた、このハードディスクドライブはですね、衝撃に弱くて、落としたりするとですね、壊れることが結構あります。それに対して、この SSD っていうのは、ハードディスクドライブよりはですね、 単価が高くて、容量も同じ金額だと小さくなってしまうんですけれども、その代わりですね、読み書きの速度がものすごく速くなります。ハードディスクドライブよりもですね、5倍ぐらい読み書き速かったりしますので、パソコンを起動する速度が速くなったりとか、ワードやエクセルなどの起動する速度が速かったり、またゲームなどをする時の起動が速くなったりなど、そのように速度が重視される時は、この SSD というのはものすごく力を発揮します。その代わり、大容量になってくると、 SSD は単価が高くなってしまうので、動画とか画像のように、あまり読み書きの速度が必要ないなっていう場合はですね、SSD だと金額が高くなってしまうというデメリットがあります。また、SSD はですね、使っていても振動がありません。このハードディスクドライブはですね、読み書きするのにディスクみたいなのが回って振動が起きるんですけれども、SSD はですね、別の方法で保存をするので、振動が全く起きません。 ハードディスクと SSD の違いはざっくりですね、これだけ覚えとけば基本的には問題ありません。なんですけれども、今回はですね、ハードディスクがなぜ読み書き速度が遅いのかとか、衝撃に弱いのかっていうところをもう少し詳しく解説すると、それはですね、ハードディスクドライブの中身がこうなっていまして、 ハードディスクっていうのはですね、このようなプラッタと呼ばれるところがですね、ディスクみたいになってるんですけど、これが回転してですね、この磁気ヘッドと呼ばれるところがこの上下に動いて、それでですね、保存された場所を探し出して読み書きをしたりするんですね。なので、保存されている部分を探し出して読み込んだりとかしないといけないので、結構時間がかかるということですね。また、落としたりすると、このディスクに傷がついたりとかして、壊れてしまうっていうこともあるので、読み書きが遅かったり、衝撃に弱かったり、 買ったりします。 では、SSD っていうのはですね、なんで衝撃に強くて読み書きが早くなるかと言いますと、このようにですね、SSD の中身っていうのはなっているんですね。SSD っていうのは、ここの SSD コントローラーっていうこの部分にですね、指示が与えられて、保存するところをですね、これ難度っていうんですけど、この部分に保存するようになっています。で、これがですね、指示が与えられた瞬間にパッとですね、取り出したりとかすることができるので、先ほどのディスクの回転するみたいなことがないので、すぐに読み書きがすることができたり とかこのようにくっつけられているものなので落としてもですね衝撃に強かったりとかするようになっています。 ちなみにですね、ここの部分は半導体メモリとか、あとはフラッシュメモリとか言われたりもしていて、身近なところだと USB フラッシュメモリといった USB に挿してデータを保存するやつにも同じものが使われています。でこの SSD なんですけれども、ハードディスクドライブよりも寿命が短いっていう風に結構言われることが実は多いんですけれども、実はですね、SSD っていうのは寿命もですね、結構長くなってまして、寿命の見方っていうのがあります。 でこの寿命の見方なんですけれども、性能のところにですね、TBW っていうのがありまして、そこのところにですね、これだと 200TBW っていうふうに書かれているのがわかります。 200TBW っていうのは何かというと、2 0 0 t b トっていう意味でして、200TB っていうのはですね、この 500GB がこれ今容量なんですけども、1000GB で 1TB です。それがですね、200個分ってことですね。それを使い切るとエラーが発生しやすくなって、SSD に不具合が起こりやすくなるっていう風に言われています。これだと 200TBW って書いてあるんですけども、最近のやつだとですね、600TBW っていう風に書かれていることも多いので、結構ですね、使う頻度にもよるんで、 かですなので、ハードディスクよりもですね、SSD の方が基本的に性能がいいのでおすすめなんですけれども、SSD っていうのはですね、種類が実は3種類あります。普段よく使われているのが、この最初に出した SSD と呼ばれる、この四角いものになるんですけれども、その他にもですね、この M.2SSD っていうのがですね、ありまして、その M.2SSD の中にも、SATA というのと、MVME という、 種類があります。これ何が違うかと言いますと、この SATA というのはですね、接続方法の違いでして、この SSD の大きい方もですね、 この SATA というので接続されているんですけれども、この SATA というので接続されている場合は、スピードがですね、約 600MB ぐらい出ると言われているんですけれども、この NVMe というのを使っていただくと、約 4000MB ぐらいスピードが出るというふうにも言われています。で、これを見るとですね、結構ですね、この SSD の中でも M.2SSD の NVMe を使っていただいた方が、速度が圧倒的に速いので、いいなというふうに思われる方もいるんですけれども、 実際にですね、体感できる速度としては、どれを使っていただいてもほとんど変わらないと思っていただいて大丈夫です。最近はですね、このストレージというのを選ぶときに、ハードディスク、または SSD、または M.2SSD と書かれていることが結構あるんですけども、この M.2SSD をですね、使ったからといって、速度が体感として劇的に速くなるっていうことはないので、その点だけは覚えておいてください。 ハードディスクドライブと SSD は圧倒的に速度に差があるんですけれども、M.2 と SSD のこちらの大きいのを使ってもそこまで速度に差はあまりないです。 で、この M.2 SSD SATA というのはですね、こちらの大きい SSD SATA って書いてあるのと全く同じだと思ってください。なので、サイズとか取り付け方が違うだけで、大きく性能が変わるのはこの M.2 SSD NVMe というやつなんですけれども、この M.2 SSD とですね、こちらの大きい SSD SATA と呼ばれる接続方法をしてもですね、体感速度としてはほとんど差がないので、どちらを使っていただいてもほとんど変わりはないです。 実際にパソコンにこの M.2 SSD を取り付けたいなという時にですね、取り付けるときに注意点があるんですけれども、性能がですね、まず SATA を選んでしまうと約 600MB しか出ないので、性能がかなり低いですし、MVME を選んでいただくとこの 4000MB 出るようになっているんですけれども、ここのですね、実は取り付けられる部分が実は違ったりします。で、これどうやって判断するかと言いますと、ここのですね、部分にですね、 この穴が開いているところがあります。ここの部分をですね、キーの B とかキーの M っていうふうに言ったりして、これ両方開いていることをキー B&M とか言ったりするんですけども、ここのですね、開いているところの部分がですね、ちょっと違うので、これで取り付けられる取り付けられないがあるので、そこは注意して確認をしてあげてください。これが違うとですね、取り付けができないので注意しましょう。 また、この M.2 というのはですね、サイズがありまして、主に使われているのはこの長いパターンのやつと、ちょっとちっちゃいやつですね。このちっちゃい方はですね、モバイルノートといった結構ちっちゃめなノートパソコンに使われることが多くて、この大きいやつはですね、まあ、大きめのノートパソコンとか、あとはデスクトップパソコンと呼ばれるものに使われてたりします。 なので、ここもですね、間違えて買ってしまうと取り付けられないということになってしまうので、こういうふうに M.2 にもサイズがあるんだなと思ってください。これのことはですね、大きい数字の方が大きめのサイズになってまして、タイプ2242というのがこのちっちゃめのサイズになってますね。で、この SSD とかってどうやって付いているのかというと、まあ、最初にですね、ハードディスクとかこちらの SSD っていうのはですね、このようにここに付けますよと。 いう風にノートパソコンだと、まあ裏とか開けていただくとですね、こんな感じにくっついていて、ここに接続すれば簡単につきます。そして家で使うようなデスクトップパソコンみたいな場合はですね、このようなマザーボードと呼ばれる基板がありまして、SSD はですね、この部分にですね、突き刺して、 ネジで止めることによって、それだけで使えるようになっているので、ものすごく簡単に取り付けができるようになっています。ちなみに、このような大きな SSD とかですね、ハードディスクドライブっていうのは、このようにですね、ケーブルを使って、ここのマザーボードと呼ばれるところと接続をして、あとはですね、電源とかも接続しないといけないので、このようなケーブルを使わないといけないんですね。なんですけども、このような M.2 というのを使えばですね、 これを刺すだけで認識するようになっているので、配線がいらなかったりとか、そして小さいところで使えるようになっているので、ものすごく最近はですね、使われるようになっています。最後にですね、まとめますと、まあ、最初に言ったハードディスクドライブは、大容量を安価で保存できるような機械になっています。ただ、 読み書きが遅かったりとか、衝撃に弱かったりするので、基本的にはですね、そんなに大容量を使わないという方は、SSD っていうのを使っていただいた方がおすすめです。そうするとパソコンとかの起動速度もソフトを何か起動するっていう時もすごく速い速度で起動ができます。ただ、SSD っていうのはですね、ハードディスクよりもちょっと値段が高くなっていますので、 すごく大容量を保存したいっていう場合には向いてないんですけども、まあそれなりでいいという場合はですね、SSD というのを使っていただくことをお勧めします。で、SSD の種類にはですね、このような M.2 といったものと、普通の SSD ですね、このようなでかいものがありますので、自分の使ってるものに合わせて設定をしてあげてください。 今回はですね、ハードディスクドライブと SSD の違いについて解説をしていきました。少し詳しい部分も解説したんですけれども、基本的にはですね、ハードディスクドライブは読み書きが遅くて大容量のもの。そして SSD というのは読み書きがハードディスクよりも圧倒的に早いという部分をですね、しっかり理解していただければ特に問題ないです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。